ではここからは今まで練習したスムーズな移動をより実践のプレーに近づけていく練習をしていきたいと思います。では今から簡単な実験をしてみたいと思います。はい、じゃあいいですか。そこにいてください。このボールを拾ってもらっていいですか。手で拾ってください。お願いします。はい、今実験でやりましたが、離れたボールを拾う際はもう一回やってもらっていいですか。このボールを拾ってください。このように近づいて自分の手がしっくり届くところまで来てからボールを拾うと思います。一回離れてください。ありがとうございます。こんな感じで全然届かないところからこうやって手を出したりとか、近く行きすぎてこうやって拾ったりとかしなくて、自分が一番物を拾いやすい距離感にまず移動してからボールを拾うと思います。例えばご飯食べる時もお茶碗をいい位置に持ってきてから構えたりだとか、必ずいい位置に持ってきてからやると思います。ただこと試合になってプレーが成功しないシーン、例えばディフェンスでかわされてしまうシーンだったり、コントロールミスするシーンというのは、自分の体のことは忘れてしまって足だけでこうやってこのボール届かない。本当だったら自分がここでだったらボールが一番扱いやすい距離だったりするのに、どうしても忘れて足から行ってしまって、で片足立ちになって移動がしなくてっていうようなことがあったりするので、自分の一番ボールが扱いやすいところにスムーズにスッと動いてから、ボールを扱うというような練習を、していきたいと思います。ここからはよくある対面パスの練習の中で、今まで使ったものをうまく使って練習をしていきたいと思います。よくあるんですけど、例えばボールいいですか。例えばボールが横にずれてしまった時とか、こうやって足だけで行ってしまったり、あとは自分の足の真ん中にボールが来た時に、おーみたいに窮屈にボールを触ってしまったり、あとはボールをもうコントロールしようと思って見つめすぎて、はーみたいな、コントロールミスをしてしまったりする時が多かったりするので、まずは最初にご紹介したリセット、ボール受ける前にぴょんぴょんと準備をして、なるべくリラックスした状態で待っています。でボールをコントロールする、例えばパスがちょっとずれても一番コントロールしやすいところにうまくずれてから、うまくどこでもいいです、うまく自分のコントロールしやすいところにうまく先に移動してから、で移動するときもなるべくグッて蹴らないように、わざとさっきやったニョキッと動くような感じでずれてコントロールしたり、あとは先にもうボールをコントロールしやすいところに反対足を持ってきてからコントロールしたりすると、結構リラックスしてボールをコントロールして蹴ったりすることができます。お願いします。パスください。ほっとんとんとん、ほっ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 。ここからは、ドリブルの時にも、力んでしまってうまくいかなかったりする時があると思うので、まあ、スムーズな移動を伴った、ドリブルであるニョキブルというのを、紹介したいと思います。じゃあニョキブルのポイントを説明したいと思います。立ってる時に、体がある範囲よりも外にこう足が出てしまうと、この足が出てる間こっち足の外側の足の片足立ちになって次にスムーズに動くことができません。なのでボールを触る時も、まあ、どこで触るとかは別に何でもいいんですけど、足より前でこうボールを触りすぎてしまうと、だんだんスピードが間に合わなくてスピードが上がってしまったりすることが多いので、ボールを触った後にこの足がスムーズにつけば反対足が勝手に出てき
てくれるので、足のここだけでコントロールするというよりも全身のニョキッという動きを使ってボールを足を突きに行くように触ります。なるべくこう足に体重をかけるんですけど、足にかかる体重を減らすようなイメージでボールを触っていくような感じになります。では、ボールと一緒に、スムーズに移動するために、ケンケンでドリブルする練習を、していきます。やり方は、こんな感じです。ケンケンしながらボールと一緒に移動しながら、ボールと一緒にスピードが上がってもケンケンしながら、ケンケンもなるべく全身で伸びるようにしてやっていきます。でこれが、体が残ったままで膝よりも前でボールを触ってしまうと間に合わなくて、ほっほっほっとだんだんスピードが上がってしまうので、まあ、いつも胸の下に膝があるようなイメージ、その膝の下にボールがあるようなイメージで、ほっほっほっっていうような、一緒に体にボールが吸い付くというか一緒に動けるようなポイントを、まあ、ドリブルの練習をする前にやってから、ドリブルの同じような位置でボールを触ればおそらくボールと一緒に動けると思うので、やってみてください。ではですね、キックの説明をしていきたいと思います。なかなかキックが飛ばなくて困ってるっていうような、子どもたちによく僕も会うんですけども、キックが飛ばない人ほどどうしてもキックを飛ばそうとして足を思いっきりこう振り上げるような形で遠くに蹴ろうとします。で足をこうやって上に上げれば上げるほどバランスを取ろうとして体は後ろにのけぞったりします。前に物を飛ばしたいのに体は後ろに行ってしまったりだとか、あとは片足立ちになれば当然立ってる足に体重が乗ります。足を振れば力強く振れば振るほど安定させるために立ってる方の足に体重が乗ってしまうので、なかなか蹴ってる足に体重が乗りません。なのでキックして足を前に振るときに少し当たった瞬間に体をニョキッと伸ばすと蹴ってる方の足に体重が乗りやすくなって、この感覚が身につくと勝手に力もついてくれば、中学生高校生になってくれば足でポーンってやってもう蹴れると思うんですけど、なかなか体がちっちゃくて蹴れないとかいう人は少し蹴った後に伸びるようなイメージで蹴ってみます。こんな感じです。なんでも蹴り方は何でもいいです。伸びる感じに少しどんな蹴り方でもいいです。伸びる感じにするとそんなに振らなくてもボールが勝手に前に転んでくれます。こういう感じで、なので別に自然と蹴ってる足に体重が乗るので、打って力まないでボールが飛ぶようになったりするんじゃないかなと思うので、試しにちょっとやってみてください。はい、ではインサイドキックも同じように蹴った後平行に足を出しすぎるとどうしても力がないと蹴れなかったりするので、触ったらスッと伸びるような形、足をまつきに行っても少し上に伸びても構わないですけど、そういう感じでボールをちょっと蹴ってみたいと思います。いきます。キックをするときにどうしてもこう足をなんか前に振りすぎてしまう、力が入ってしまうという人はトーキックを少しやると、こう蹴った後に伸びるみたいな感覚は、分かりやすいかもしれません。ちょっとやってみたいと思います。出しておりゃみたいな、こう伸びないと蹴れないので、出しておりゃみたいな感じで伸びるようにすると、まあ、あまり足をふんって振るんじゃなくて
こういうような動きが分かりやすいかと思います。今すげえ体が丸まったように見えてるんですけど、すげえ伸びたら勝手に体が丸まってくる感じになります。こういう極端にやると、丸まって伸びると勝手にボールが出てきます。皆さんいかがでしたでしょうか。大人の皆さんは、お子さんたちが、プレーを、実際に実行するときに、起こったミスに関して、うまくいかないなと思うときに、こういった目線を少し持っていただいて、これが、お子さんたちが何か、良くなるためのきっかけに、なってくれたらいいなと思っています。選手のみんなは、本当に自分が上手くなりたいと思ったら、自分がお手本にするような選手をの映像をたくさん見ていっぱい真似してみてください。だいぶ上手い選手たちはみんなニョキニョキしているので、真似をすると、結構良くなることも多いかと思うので、頑張ってください。今回はありがとうございました。